4月15日金曜日の全国の天気をお伝えします。台風1号は小笠原諸島付近を通過する予想です。暴風や高波など大荒れの天気に厳重な警戒が必要です。また本州付近も前線の影響で東北や東日本を中心に雨の降りやすい天気、ざっと強まる可能性もあるためお気をつけください。東海から西日本ではだんだんと雨の止むところが増えていきますが、雲が多くにわか雨の可能性があります。北海道は雲が多めながらも日差しが届く予想です。ただ道東の太平洋側ではにわか雨の可能性があります。南西諸島も雲が広がり、今日もムシムシと感じる体感となっていきそうです。詳しい情報はお天気アプリウェザーニュースからもご覧いただけますので、ぜひご確認ください。